今回の動画では3月10日に突如その存在が明らかになったタイトル、アークナイツ・エンドフィールドに関連しそうなことをパパッと調べてみたので、それらについて紹介してみます。ただ、ご存知の通り、タイトルが発表されただけなので、これらが本当のことなのかもわかりませんし、あらかじめ伝えておくと、大した内容でもないのでご容赦を。まず、アークナイツ・エンドフィールドはゲームなのか、もしかして単なるコミックスやアニメじゃないのかという話についてですが、こちらに関しては、ビリビリだけのアカウント解説なのであれば、アニメという可能性がありましたが、大きな動きを見せてはいないものの、中国の大手アプリ配信ストア、タップタップにもすでにアカウントが作成されており、このアカウントには公式マークが付けられているので、本物である可能性が高く、また、タップタップで配信されるということはゲームアプリである可能性が高いということでもあります。なお、このページからはエンドフィールドがどういったゲームなのかは判明していません。ただ、タカコとハイパーグリフは、ここ最近ずっと 3D 関連の人材を募集しているので、3D ゲームになる可能性は十分あります。そして、タカは何かするタイミングで、スタジオなり子会社なりを作る傾向にあり、タカの動きを見たところ、実際に子会社を設立していました。一つは、おそらく会社名は上海ハイパーグリフパイオニア。もう一つは上海ハイパーグリフタロスです。どちらも先月の2月11日に設立されており、創作物に関連する名前になっていると言えます。パイオニアに関してはご存知の通り、開拓者や先駆者という意味を。そして、タロスは表記を見る限りでは、ギリシャ神話に出てくる児童人形、タロスでしょう。タロスはギリシャ神話の一つ、アルゴナウタイに出てくる聖堂の巨人で、ゼウスがエウロペをクレタ島に残して去る際に送ったものであり、島に近づく怪しいものを片っ端から破壊するという、破壊神のような守り神でした。とまあ、そのあたりは別の話なので置いておいて、いわゆる全創作物初の巨大ロボットと言われていたり、巨大ロボットのパイオニア的な存在というわけです。ちなみにミノスのモチーフは、クレタ島のミノス王ではないかとも言われています。その上で、このエンドフィールドのロゴを見てみると、ネジと逆三角形の基板にも見え、いわゆる創作を示すようなアイコンにも見えなくもありません。また、エンドフィールドの下には、インダストリーズとも記載されており、インダストリーズは、産業や工業、製造業という意味を持ちます。このことからグッズ展開のロゴとも思いましたが、グッズ展開は大陸版ではすでに、テラの世界にあるチョーシャンランドという架空の企業が行っているので、わざわざ第2のグッズテーマを出す理由も薄いでしょう。そして、個人的にロゴで一番気になっているのは、ネジが左巻きの逆ネジということ。一般的にネジは右巻きの方が主流とされており、左巻きはモーターの固定といった特殊用途に使用されるものとされているようです。なぜわざわざ左巻きなのか。気になるところですが、答えは出てきそうもないので置いておきましょう。そして、画像を出すことはできませんが、アークナイツのアートディレクターは設定資料集のインタビューにて、現在は新章、つまり旧章以降のデザインには関わっておらず、アークナイツの IP 展開に力を入れているということも答えていたようです。つまるところ、アートディレクターは現在はもしかすると、このエンドフィールドに関わっているのかもしれません。そして、エンドフィールドが正式にお披露目になる時期についてですが、最も考えられるタイミングは3周年記念配信でしょう。これまでの配信の傾向からすると、5月1日が大陸版3周年となるので、その1週間前、4月25日にお披露目となる可能性が最も高そうです。このタイミングでタイトルが明らかになったので、徐々に公開されていき、配信日に大きい情報をずらずらと並べてくるという可能性もなきにしもあらずですが、いずれにせよ、情報に関してはそう遠くないうちに出てくると思われるので、楽しみに待っていましょう。大陸の飯盒関係の問題から、グローバル版が先行するという可能性もあるかもしれません。以上で、エンドフィールドに関連しそうなことをパパッと調べたことの紹介となります。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。